本当だ、もうちょっとで育つの。わうちらの NPO 法人メイクハッピーで、災害復興支援チームをしてます、めぐみジャパンという緊急復興支援チームです。で、このめぐみジャパンっていうのは、何か世界中で災害が起きた時に緊急的にボランティアを募って、で一緒にそれを被災地に笑顔を届ける希望に変えていくっていう活動をしています。で大きくはめぐみジャパンっていうのは東日本の時に多くのボランティアとともに石巻で災害復興支援をしたのがきっかけで、今までに広島、熊本も東日本以降からはその2カ所でだねやってます。で、今回ですねこの広域の豪雨災害にあたって今回現場リーダーしてくれる今井が、はい、この場所で災害復興支援をやろうということで動き出しました。7月の12日に真備町に僕たち入ったんですけど、ボランティアのビレッジを作って運営する団体を探してるっていうことで、そこにたまたま僕たちが居合わせたことによってはいやりますっつってめぐみさんよろしくお願いしますっていうことでトントン拍子で決まっていった感じです。本当にボランティアの活動っていうのはやっぱりこう家財出したり泥出したり、なんかこう力仕事だけじゃなくてボランティアさんをスムーズに作業していただける運営っていうのもボランティアの一つなのかなっていうの、今回に関してはビレッジの運営でボランティアに来ていただいた人をサポートしていくっていうのが僕たちの主な仕事になっています。私たちが入ったのが12日の時点では、はい、この間引に関しては住民さんたちが助け合って家財道具だったり畳だったりがだいぶ路上にバーッと出されてて、でそこから社協さんだったりがボランティア募集してボランティアに当たって土日月か3連休で4000人、ね、5000人近くのボランティアが来てだいぶ綺麗になってるんだよね。そうですね、あとはもう自衛隊の方のおかげで、砂ぼこりがやっぱりすごいんですけど、大きなメインの通りはちょっとずつは砂ぼこりとかは少なくなってきてるのかなとは思うんですけど、まだまだ瓦礫とか家材がやっぱり道の脇に積んである状態なので、今申し込みのホームの方を今準備はしているんですけど、メイクハッピーのホームページの方を見てていただけるとそこにアップされますので、NPO 法人メイクハッピーで、はい、そちらで検索していただけたら。